ゼッカは国立マルチャーナ図書館横3マルコのドックの対面に位置しているベネツィアのゼッカは16世紀のベネツィア共和国の公式政府が発行する効果の鋳造を目的に建てられた造幣局である。鋳造の際に火を使うことから木材を使っておらず堅牢な外装を持ち隣の同じ設計者ヤーコポ・サンソビーノが建てた。 華麗な装飾が施された国立マルチャーナ図書館とは対照的である。また、現在の造幣局は同図書館の一部となっている。以前の絶貨は1277年からリアルト地区にあったが、サンマルコ広場の共和国オフィス近くに移転した。この建物は1536から1545年に建設され、イストリア半島の大理石から作られている。 二体のテラモンを持つアーチ状の入り口はサンソビーノの弟子ヴィンチェンツオスカモッツィによって設計された。中庭にはダネーゼ・カッターヌヨのアポロ像が設置されている。ベネツィアがイタリア王国に加わった1870年に高架中像は途絶えた。ベネツィア共和国の時代には以下に挙げた様々なコインが作られた。ありがとうございます。